公共組曲、気候地は、フランスの作曲家、ジャック・イベールの作品。1922年、イベールが32歳の時に完成された作品であり、ローマ大賞受賞による、ローマ留学中に提出された作品で、イベールの出世作となった。イベールは1910年に、パリ音楽院に入学しているが、在学中の1914年に第一次、世界大戦が勃発すると、 志願して海軍士官になったという経歴を持っている。イベールは戦争中に海軍士官として地中海を航海したが、各地に寄港した際に接した異国の風物の見聞や、ローマ留学中のスペイン旅行から得た印象が、この曲には盛り込まれている。1924年1月6日、ポール・パレー式コンセール・ラムルー管弦楽団。1948年には、 セルジュリー・ファールによるサンバのバレエとして初演された。アルフォンス・ル・デュック出版されているスコアには3種類のタイトル表記が見られる。なお、スコアには公共組曲に相当するサブタイトルは印刷されていない。また、各学章もナンバーアイ、ナンバーツー、ナンバースリーとだけ書かれており、それぞれのタイトルは示されていない。6、8拍子。緩やかに。 ローマを出港し、地中海をシチリア北岸の港パレルモへと向かう、航海の描写。弱熱気をつけた弦楽合奏で開始され、フルートが海の情景を描き出す。音楽が徐々に高まると、トランペットがタランテラを導入し、南国の喧騒の情景が描かれる。南国の喧騒が静まると、冒頭の海の情景が回帰し、曲を閉じる。7、四拍子。 リズミカルな中央の速度。ティンパニとコルレーニョやピッツェカートを交えた弦楽の伴奏に乗せて終始応募絵がアラビア風のエキゾチックな旋律を自由に展開しつつ奏でる。チュニジアの港町チュニスから南の奥地の町、ネフタへ向かう旅の情景。3、8拍子。楽器を持って打楽器を交えた色彩豊かなスペイン部曲セギディーラのリズムに乗せて 多彩な主題が登場する。中間部での主観を経て、曲は再び活気を増し、工作する主題の中で、激しさと興奮を加えて全曲が閉じられる。スペイン東部の港町バレンシアの情景である。ありがとうございます。